仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバー公開記念仮面ライダージオー激アツ座談会。イエーイ。仮面ライダージオー常盤総合役の奥野壮です。よろしくお願いします。仮面ライダーゲイツ妙高院ゲイツ役の押田岳と申します。よろしくお願いします。つくよみ役の大畑茂です。よろしくお願いします。ボズ役をやらせていただいてます渡辺圭介です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして今回司会を務めさせていただきます東映映画宣伝部の中舘と申します。本日よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ皆さんご紹介を兼ねてそれぞれお互いについて教えていただければと思うんですが、ぜひ、ご自分以外のキャストの方の、自分だけが知る面白いところ、可愛いところ、面白いところ、面白いところ、好きなところ、好きなところ、可愛いところ、お聞きできればと思います。じゃあちょっとどうしましょう。押田さん、はいはいはい、じゃあ奥野さんと、はい、先ほど、はい、お家も泊まられたとかいう話もありましたけど、はい、まあ面白いところ、可愛いところ、好きなところ何かあれば。あーそうっすね、面白いところおい、いいよ別に。あれですよね、ゲラーなんですよこの子。ゲラーなんですよ結構ツボ浅くてすぐ笑う、何でも笑ってくれるっていう優しさ。何それ、お前おいお前おい、いい加減だぞこいつ。まあね、そこが面白いところなんじゃないですか。ちなみになんか最近こんなことでお笑いしたみたいなことあります？彼の話が一番面白いです、うん、まあ、彼がギャグ担当やってくださるんで。ギャグ担当ではないんだ。違うよ別に、それは違う。ギャグ担当じゃない。違う違う違う、うん、違う、それは違う。渡辺さんギャグ担当。いや違います、やめてくださいよ。なんかいいんですか、この流れだとここでやることになっちゃうんですね。やりますけど、ダメ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 、今一個も出てこない。頭の回転がでも早いでしょ、うん、まあまあ話が面白いんですよ、ね、そうそう、あの人生の過程が面白いんですよすごい、おっと今まで何をしてきたかっていうのを聞くのがすごい楽しいですね。まあいろんな経験をできるようになるべくこう幅広くね、いろんなところに首突っ込んで生きてきたんで、うん、なるほど。奥野さんがなんか今まで一番笑った渡辺さんのエピソードとか。いや多分話せないです、話せないそんなこんなところで話せない。いや正解正解、はい、正解だ、はい、ありがとうございます。じゃあ大畑さんは、そうですね、じゃあ押田さんについて。いや見たまま真面目な人だなって感じるけど、他になんかあるかな。ごめんなさいごめんなさい、押田さんの顔がちょっと今硬くなってますが、ごめんごめんごめん、すげえ悪口だよ。悪口そんなことないね、そんなことない。甘えん坊とかも入れといたら。甘えん坊、そうだね、寂しがり屋だからね。あ寂しがり屋だそうです、うん、寂しがり屋、うん、寂しがり屋ですよ、彼は。すごい、もう奥野さんとずっと一緒にいないと。いやそうじゃなくて、あのなんか家に帰ってまた一人だみたいなすぐ言う、まあ、すぐ言う。まあなんか昨日はいてくれたんで、すごい助かりましたよ、たね、また正直。あまた今日も帰った一人だあ寂しいみたいなことすぐ言うから。大畑さんについて、そうですね、流れを変えましょう。まあ今までもね言われてる通りすごく天然なんですよ。違います。でやっぱりこの4人のキャストがやっぱり一番こう被る場面も多いので仲良くはさせてもらってるんですけど、あの僕にだけすごく冷たいんですよ。そんなことないです嫌いを公言してるんですよ。嫌いじゃないですよそんなこと、みんな仲いいですって初めに言ったじゃないですか。すごいんですよ、うん、スパッと普通にこう会話してるじゃないですか、今みたいな感じでこう普通に会話をしてると、あの今日の入りが14時だよっていう話をこうしてるときに急に嫌いって言うんですよ。言ってないです。僕親切で今日の入り2時だよみたいなことを話してるのに嫌い。やっぱって顔見るとすごくこの顔で嫌いって言ってるから、多分やめてください。心の底からそんなことないです。大畑さんそれは一体どんな経緯が。いや違うんですよ、なんかそうされるのを望んでるような感じの雰囲気を出してくるんですよ嫌いって言われたいな。多分そうそうそう、やばいキャラできてたよ。じゃあ好きでやってる、好きでっていうかそういうのをなんかこう求められてる気がしてやってるだけでね。そうです、僕はまあ愛情の裏返しっていうので僕は捉えてるんですけど。あもう本当もう言葉を交わさずとも息がぴったり合う、はい、それぐらい仲がいいんですよ。もしも皆さんが家族だったらそれぞれどのポジションになるんでしょうか。父、家族やだ絶対、母、おい大畑さんいいですね、いいね、いいの入れたね今しっかりしたボディーブロー、ボディーブロー入れたよ完全に。めっちゃ面白くて、はい、なんか身内にこんなの、いやこんなのじゃない、こんな面白い人いたら多分辛いです生きていくのが、笑いすぎて。じゃあちょっとここで考えてみましょう。父、母、子供、ペット。ペット、ペット、じゃあまずペット感あるでも、あ
ペット俺とは押し出さん一番子犬感ある、ね、うん、真面目で忠実なんだけど甘えん坊みたいな、うん、そんな感じだった。それは思い浮かんだ。すぐお腹見せるみたい。人にしてほしい。え、可愛いよ。ありがとう、うん、ちょっとなんか、うん、ペットでいいや。そうでしょ。ありがとうございます。じゃあ、押し出さんがペット。じゃあ次、子供は。うわ、あと何でお父さんじゃない、絶対お父さん、お母さん。あ、これあの性別関係ないですか。性別関係ないですか。いやでも父できるでしょ。楽しいと思うよ俺お父さんって。うん、絶対楽しいと思う。ずっとお菓子とかジュースもらえんだよ。あ、もう俺、じゃあ俺子供がいいわ。じゃあ残りお母さんと子供です。お母さんと子供か。お母さんでいいよ。でもすごくお母さんっていう感じで。本当料理はできないけどね。なんでそういうこと言うの。この間ね、じゃあこの間卵焼き作ったの。あ、ついに。お、すごいでしょ。成長した。本当にすごいでしょ。わかんないと思うんですけど料理全然できないんですよ。果物こうやって切るタイプの人なんですよ。やめてやめてやめて。みんなに本当に皿に行かせてこう。最後子供。はい、子供は間違いなく奥野さん、うん、でもさっきの、ちょっとまあ別のインタビューとかでもすごいしっかりされてるみたいなこと。あ、そうですね、僕しっかりしてるんです。ありがとうございます。でもなんかすごい助けたくなるっていうか、支えたくなるような可愛い感じですよね。かまってあげたくなるんですよ。一生懸命頑張ってるの見てると。すごいあれですか、あのかまってちゃうんですか。そんなことないですよ。ちょうどよくお母さんキスだね。でも今のそうね、今のすごい。でもすごい、でもかまってちゃんなんですよ本当に。あ、でもそれ、あ、でもあの、はい、今のちょっと訂正させてください。あの、はい、僕かまってちゃんです本当に。訂正しましょう。はい、訂正します。はい、あのケスケさんとかガックンとかメイク中とかめちゃくちゃすごい話しかけてたんですよ僕。でもそれはね、やっぱりこう皆さんとね積極的にコミュニケーションを取ろうっていう、より仲良くなろうっていう、なんか楽しいんですよねやっぱり。本当すごいです。坂道で僕前に歩いてるとずっと後ろからこうおんぶしてっていう飛び込んでくるんですよ。まさに子供にふさわしいお父さんにおんぶされて。そうですね、お父さんですね。やっぱこれから出すお題に最も当てはまる人、せーので指を指して答えていただければ、はい、面白い、ね、思います。一番の、変わり者は。変わり者。うわ、難しいな。おー、でも俺パッて思い浮かぶよ、はい、すぐ思い浮かぶよ。じゃあ皆さんで僕のせーので一斉に指をさせていただいていいですか。はい、せーの。うそ、何ですか。いや、間違いなく俺本当にこんなの新人類だと思ってます。こんなのって言っちゃった。すぐこんなのって言うな。こんなのじゃない。こんな方、果物もそうですし。いや、やばいよ。違うよ、ちゃんと切れる時もある。果物はね、100個譲ってもっていうところなんです。すごくやっぱ気分屋なんですよ、かなり、ね、ね、そうね、うん、将来王様になりそうな人は。せーの。あっ、僕ですよ。やっぱり王様になりたいですからね。さっきの子供気質なところとかもちょっとありつつな、うん、そうな、なんでしょうね、まあ、僕王様なんですよね、多分。皆さんどうですか。なんかもう一瞬で浮かんできました。やっぱりね、そんな嫌そうな顔でさ、一瞬で浮かんできましたよ、ね、一瞬で浮かんできた。でもやっぱ役柄とね、リンクしてるのかなと思うんですけど、なんかじゃあここで渡辺さんに王様っぽいエピソードって一つ言っていただきます。王様っぽいエピソード。いや、だからさっきも言ったんですけど、坂自分で歩かないんですよ。俺の後ろに乗ってこう、俺が足腰をこうやって。そうね、上登り切ったっていうところでスンって降りてる。そうだわ、とか、うん、まさに王様ですね、うん、では、続きまして、お願いコーナーというコーナーに移らさせていただきます。ここでは、皆様にいろいろとお願いをさせていただきます。ここで皆様お待ちかね、返信見せていただきましょう。お願いします。時空ドライバー、ジオー、お前効果が間違った。間違ってる。変身仮面ライダー GO プシュッバーバーバーン GO。 OK、 OK、 はい、ちょっとか、やるんだ。王様になる言えばよかった。俺は王様になる。俺は王様になる。俺は王様になる。繋がらないな。はい、では行きましょう。お願いします。チェックドライバー決戦バッシュ。そうだね、ゲイツデン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 変身ドーンスッ仮面ライダーゲイツペン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 。なんだっけ。
らに笑顔を見せたくてうずうずうそでしょお前らに笑顔を見せたくてうずうずしてる。あ、いいね。ですですありがとうございます。素晴らしい映画の宣伝までしていただきましてありがとうございます。クラシックバレエ歴11年という奥野さん、その実力をアピールするポーズで一言お願いします。なかなかえぐい質問が来ました。はい、3、2、仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバー、ぜひ劇場でご覧ください。おお、いい、素晴らしい、かっこいい、すごいしなやかでしたね。クールキャラと見せかけてツンデレっぽい一面も魅力の芸術、押田さんなりのツンからのデレを披露してほしいです。シチュエーションどれがいい。1、気になる女子と席替えと隣になった時。2、勉強が苦手な女子に居残りで教えている時。3、好きな女の子に好きと言われた時。俺3がいい。いやでもなんか押田さんなんか頭いいから2番で勉強教えてるのもちょっとなんかリアルな感じがして。何番にしましょうか。押田さんどっちでもいいよ。え、3がいいの。でもやっぱ女の子の意見がいい。女の子の意見がいいんじゃない。え、ちょっと相手役やってそれはいいですね。ちょっと相手役を。いいね、何やんの。勉強。え、奥野くんでいいじゃん。あ、教科書教えてください。ありがとうございます。なんで俺がやるの。女の子役別に渡辺さんやれば。え、なんで俺やるの。え、楽しそうで。次の俺自分のでドキドキしてんだから俺。3、2、だからここが分かんないじゃなくて y イコール x 2乗プラス 2x マイナス2。全然分かんない。もうすぐ分かんねえってそういうところだよなお前。説明がダメなんじゃない。説明がダメ。まったく本当に人のせいにしてばっかでお前はさ。そういうところだぞ。ちゃんと勉強しろ。はい。まそんなこと言ってもちょっと楽しんでる俺がいるけどな。え、何これありがとうございます。俺のリアクションまで撮らしてよっていうのやりたかったのに。そこだけちょっともう一回。いや大丈夫大畑さん演じるツクヨミは謎多きクールな美女。役柄とはギャップのある甘いセリフでドキドキさせてほしいです。なんか逆にあります。可愛いの私思いつかないんだよね。いやちょっと渡辺圭介ちょっと。いやいやちょっと俺が何に控えてんの自分の役柄とはギャップのある甘いセリフでドキドキ。甘いセリフだってなんかちょっと一緒に考えてあげるじゃん。何がいいかね。自分が言われたらなんか嬉しい。今日もお疲れ様。今日もお疲れ様。お風呂のこの後お風呂にする。ご飯にする。それともで上目遣いでここでやめていいと思う。あ、そうね。それとも3、2、ただいま。おかえりなさい。今日もお疲れ様。ご飯にする。お風呂にする。それとも。はい、だらだらだからもう一回もうやったよ。もう俺はもう本当に頑張ったこれ以上いじめないで。ありがとうございました。このメンバーの中では最年長の渡辺さん、大人の男の魅力をアピールする一言お願いします。うわ、いいね。いやでもかっこいいできるでしょ。4ヶ月の撮影の中で一番ドキドキしてるかもしれない。3、2、毎日家事お疲れ様。困ったら疲れたら俺のことを見て癒されてね。ありがとうございました。もう何も出てこなくて、俺渡辺圭介のこの動画初めて見た。何も出てこなくて、やーべー、超面白い。初めて余裕ないとこ見たね。初めて余裕ないの見たよ。ちょっと一回見たいねっていう話を最近してて、ずっと昨日もしてたんだよ。俺がもう疲れ切った時みたいな顔してる渡辺圭介見たくないみたいな、してた。今日見れたからよかったよ。余裕がなかった人生で一番。ありがとうございました。ここからは映画仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーについてお話聞いていきたいと思います。今のお気持ちいかがですか、奥野さん。そうです、僕としてはやっぱり一つなんか壁を山を越えられたかなっていう、達成感もあり、映画を超えて成長できたのかなっていう、疑問。なるほど。やっぱり最初の、テレビシリーズスタートした頃と映画を撮ってる頃だとだいぶ心の持ち方とかも変わってきましたか。だいぶ多分みんな違うと思うんだけど。違わない？俺は違うと思ってるんだけ
え、何がじゃなくて聞いてて話ですか。聞いてる聞いてる聞いてます。本当こういうところ聞いてないんですよ人は。聞いてます。あれですか、皆さんの目から見ても奥野さん成長されたなみたいな。あ、思います。思う、うん、やったぜ。本作ではですね、テレビシリーズでも登場した仮面ライダービルドの皆さんと共演されていますが、ビルドの皆さんとの共演で印象的なことありましたか。じゃあ奥野さんは、まあ、犬飼さん、赤楚さん、はい、共演されていかがでした。はい、まずあの犬飼さんとのダブル変身、ダブル変身、同時変身、やっぱしびれますよね、自分としては。やっぱりダブル変身をやるってどういうお気持ちでした。僕本当に犬飼さん大好きで、あの、ね、ちょっとこれを通して言わせてもらうんですけど、これあのご覧になってると思います、ね、あの犬飼さん大好きでいや本当にあの僕顔がすごい好きなんですよ、犬飼さんの。あのそういう意味じゃないですよ、そういう意味じゃなくて、うん、そういう意味ないよ、そういう意味じゃなくて、普通に犬飼さんが好きで、あのお芝居とかも大好きで、でビルドを見てて、変身してる姿も見てて、そんな中で一緒に隣に犬飼さんがいる状況で僕も一緒に変身できるっていうのはすごい感慨深いものがありましたね。なるほど。じゃあもうそこのシーンはもう絶対に必見な、そうですね、シーンになってますね、うん、はい、じゃあ皆さんそこをぜひご期待いただければと思います。はい、ありがとうございます。最後にファンの皆様に向けて、まあ、ぜひあの映画これから公開しますので、メッセージをお一人ずつお願いできればと思います。まあ、平成最後の冬映画ということで、平成ジェネレーションズの最後の映画になると思うんですけど、まあ、ものすごくいいものができたんじゃないかなと思うので、僕らも精一杯、まあ、一生懸命やれることはやったなっていう感じはあるので、まあ、ぜひいろんなシーン楽しみながら何週も何週もしていただければと思いますので、ぜひとも劇場にお越しください。劇場版すごいあのかっこいい内容になってるんですけど、あの相互とゲイツとつくよみ、ごめんね、つくよみが記憶をなくして いつものキャラと全然違うっていうところもすごい面白くなってると思うので、ぜひ劇場に見に来てください。平成の仮面ライダーシリーズ20作目ですけれども、本当に集大成にふさわしい作品になってるかと思います。まあ、ここで言うよりかは見ていただいて感じてほしいんですけど、本当に素晴らしいメッセージが入っているので、あ、これは確かに仮面ライダー言いたかったことだなっていうことが本当にセリフの中にも描写の中にも全部詰まっているので、まあそのあたり何だったのかな、押田君が言ってたのはっていうことを思いながら見てください。よろしくお願いします。そうですね、本当にあの平成仮面ライダーシリーズの最後の作品としてふさわしい作品となっておりますので、今まで仮面ライダーを見たことある方、今仮面ライダーが大好きで見ている方、もう皆さん全員が楽しめるあの仮面ライダー作品となっておりますので、ぜひ劇場でご覧ください。